パキケトゥスカは、約5、300万、約5、レーレーレーレレレ前の、水陸領域に生息していた、四つ足の哺乳動物。基地で最古の原始的クジラ類とされるパキケトゥスと、その禁煙種からなる。明確な形で発見された、パキケトゥスカの最初の化石は、パキスタン北部にて1983年出土の、パキケトゥスイナクスである。古生物学者、 フィリップ・ギンガー・リッチラによってそれは見出された。それ以降、パキケトゥスカの化石は当地とインド西部から発見されている。パキケトゥスは時の骨格標本。国立科学博物館の展示。パキケトゥスカの生息当時この地域には遠浅のテティス海が広がっていた。高温、海深の時代にあって生物量の豊かな熱帯の海であったと考えられている。この海は、 約2億年前から存在し続けたもので、霊明期のクジラ類を大いに育んだ。ただし、形態と化石標本の分析から、パキケトゥスカの主たる生活圏は、海中ではなく、水辺の乾燥した陸地にあったと考えられている。パキケトゥスカは、陸上で体を支えることが可能なしっかりとした獅子と、ひめを持った夕ひめ動物であった。しかし、クジラ類固有の、 虚骨にある滑車状の構造及び内耳の耳骨の際だった特徴や球種の先端の配列など形態学的特徴からクジラ類に属しその進化系統上の最初期の種であることが明らかになっている彼らの骨は分厚く重くできていることも水の浮力を打ち消して水性に適応する動物の共通的特徴に適合するハラクジラア目の最初期に分類される パキケトゥスカは、パキケトゥス、ナラケトゥス、イクチオレステスの3族で構成される。パキケトゥスとナラケトゥスは狼並みの大きさがあり、しかし、イクチオレステスはキツネ並みと他より小さい。3つの族は、形態的に大きくは違わない。主原的形質を示す陸性クジラ類であるパキケトゥスかと、海生への適応を示す、その後のすべてのクジラ類を対別しての、後者の故障は、 新クジラ類である。現在、パキケトゥスカが、後世のクジラ類の直接的祖先であると考えられている。彼らの中で、最も後期を生きていたイクチオレステスと同じ時代、同じ地域には適応を少し進めたアンブロケトゥスカが、すでに生息しており、それは、パキケトゥスカから分化したものであろうとされている。海鮮への本格的で急速な適応進化は、 アンブロケトゥス科によって始められたのかもしれない。また、アンブロケトゥス科のヒマラヤケトゥスをパキケトゥス科に分類する説もある。近年では、進歩著しい分子系統学的知見によって、パキケトゥス科を筆頭とするすべてのクジラ類は玉、ま、ひずめめ内の一グループであることが確実視されるようになった。このような分子学的知見と最新の 形態学的知見を取り入れた新しい分類法では、クジラ玉、ひずめめの中にクジラ類が組み込まれている。ありがとうございます。